皆さんこんにちは、カムイです。喋る門には福来たる、今日は2019年9月11日水曜日です、ね。今日も相変わらず暑いですよ。さっきね見たら29度でしたかね、それとは別に暑いです。別に暑いですってことはないですか、とにかく暑いですで空もね、さっきはねちょっと雲が多かったんですけど、今はどうなんでしょう。ちょっと場所違うところにいるので、なんとも言えないんですけれども、とにかくね暑いですね。で、昨日から言ってますけど、停電ねされてた方々どうもお疲れ様でした。復旧されたところはでも良かったですね。まだのところもあるみたいですけど、まあ東京電力さんがね、今日中にはなんとかっておっしゃってるようなので、まあ工事関係者の方々も含めてねもう頑張っていただくしかないと思います。この暑いのにね本当にお疲れ様って言いたいですけど、まあとにかく復旧するまでね頑張ってください。それからまだ停電が続いてる地域の方々ね、もうちょっとの辛抱だと思いますので、なんとかね我慢して、辛抱して、ねお願いします。で水分補給と、まあ、塩分補給も含めてね、ちゃんとしていただかないと、停電の結果、停電がね原因で亡くなられた方もいらっしゃるみたいですけど、こればっかりはね、まあっていうか、まあご冥福をお祈りするしかないですけどね、でこのね暑い、ちょっと愚痴らせてもらっていいですか愚痴らせてもらってて、私の部屋ねクーラーがないんですよ。っていうのも信じられないってみんなに言われますけどね、うちはマンションなんですよね、でちょっと、レイアウトの関係上ね私の部屋窓がないんですよ。で窓がないから、その代わりね他の条件全て整ってるんですけど、窓がないのでクーラーのつけようがなくて、でまあ境をね開けると次の隣の部屋からのクーラーの涼しさ来るんですけれども、でもやっぱりねずっと開けっぱなしってわけにもいかないですしね、まあこのね、決してね痩せてるとは言えないこの私がね、夏もう10年以上住んでるのかな今のマンションにね、夏耐えてるんですよ。ちょっと愚痴らせてるっていうまあ愚痴にもならないっちゃならないですけど、いやクーラーのついてる部屋行きゃいいだろうって話なんですけど、やっぱりねその自分の書斎みたいな形で使ってるので、やっぱ普段はそこを自分の部屋に入っちゃいますよね。いろんなことをやって、この編集とかもその部屋でやってるし、あとはネット関係全部その部屋に構築してるので、だからそんな感じでね、やってるですよ。でもまあ愚痴にもなってないかもしれないですけどね。ただね、愚痴ばっかり言っててもね仕方がないので、ポジティブに行きましょう。ポジティブにね、ポジティブっていうクラブ作ってますんでね私、入部条件は物事を前向きに考えたいと思ってる人、これだけですね。実際はネガティブでも大丈夫です。ポジティブに行きたいと思ってる人は入部できますので、私がもう自動的に許可を出しますので、もう自分の心の中のポジティブに入部してください。で愚痴はね、言ってもしょうがないことが多いですから、ね、で、今日のジージードドイック行ってみたいと思います。今日のジージードドイック、愚痴を言うなら徹底的に愚痴り愚痴って愚痴り抜け、愚痴を言うなら徹底的に愚痴り愚痴って愚痴り抜けね。もういいっていうほどね愚痴ったらもうその愚痴は嫌って思えるかもしれないですよね。なかなか難しいですけどね、だからね本当にね愚痴はたまには言った方がいいのかもしれないですけど、もう言ったらあとはね、
前向き前向きね、絶後じゃねえや絶後って言っちゃうとちょっと違うね、レッツゴーっていう感じでね、もう行くしかないですよ、うんね、ということでね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またこんな感じでグダ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 とね、明日も喋りたいと思いますので、もしよろしかったら、お耳汚しって昨日は言っちゃったんですけど、目も当然汚してますよねこんなね、ジジイの画像見てるんです、動画見てるんですもんね、うん、だからとにかくね、よろしかったらまたお付き合いください。ではでは、またまた、バイバーイ。